そうそうそう。大丈夫かなと思うじゃないですか。試合には勝ってたような気持ちがするんですけど、点数でこういうふうに点数っていうか、まあマッチとしてはね、負けたっていうのがね。武井さんどうですか。でもタイブレークのあのいいところでちょっとミスが出るっていうのは何ですか、これ時差とかでもそうなんですか、ね、いや、もうこれは本当にちょっとした